こんにちは、テックアートの鎌田です。今回はですね、納車の旅第2弾。もともとうちのお客さんが、乗ってた車を下取りして、でですね、かなり程度も良かったので、多少こうバンパーとかホイールとか、少し傷んでるところを直して、次のお客様に販売いたしました。まず軽く車両を見ていただきましょうか。A86 スプリンタートレノ3ドア後期です。はい、これも今もうかなりね、中古相場がもうすごいことになっています。で、たまたま本当にうちのお客様の、もともと乗ってたお客様の方からの下取りだったので、これもまた極上車です。極上車といってもですね、前オーナーさんも結構いろいろね、サーキット行ってみたりとか、普段も乗ってたので、メンテナンスはしっかりします。で、ね、結構疲れてるところはちょこちょことあったんでね、その部分は直しながら、今回はウォールペンまではしませんでした。補修という形ですかね。このバンパーとかがちょっと傷入ったりとかしたんで、バンパー新品にしたり、ホイールがかなりもう長年乗ってると汚れてくるんでね、ホイールを新品にしてみたりと、次のオーナー様が安心して乗れるようなメンテナンスをいたしました。車両のベースの金額ってあるんですけど、そこからご予算を伺いながら、どこまでメンテナンスするっていう、やり方なんですけども、今回は、ある程度も、僕もこの車両の素性も知ってますし、試運転もしてますんで、すごく大きなメンテナンスはしません。はい。でですね、ちょっとじゃあ軽くエンジンとかスペックを見ていきましょうか。ボンネットももともとカーボンボンネットついてて、だいぶクリアが剥がれてたので、クリアを塗装し直しましたね。エンジンはこんな感じですね。AE1112 バルブ、4連スロットルですね。で、モーテック M84 仕様です。はい、今回はあんまりいっぱいお金をかけないようにということで、一応オイル交換とかメンテナンスはして、納車っていう感じですね。で、逆にそうですね、エアコンが壊れてたので、エアコンはリフレッシュいたしました。コンプレッサーもしっかりオーバーホールされてますね。エアコンをしっかりしてあげるだけでもまたね、長く楽しく、夏もね、涼しくね、乗れると思いますので、はい。あとはそうですね、本当にもともとあれか、テックダンパーの、昔のものですね、タイプ RG がついてますね。こちらサイドステップは今回直しませんでした。でオーバーフェンダー直してバンパーがしぐらいですかね。めちゃくちゃ程度がいいです。中も見ましょうか。フルシートももともとついてましたね。一応次のお客様が少し前の方に乗りたいということなので、シートの位置を変えてみました。ゲート、これはあれですね、 CBY さんの FRP の一体式のストライカー式のゲートですね。今販売がもう終了されてて、型を作ってるって言ってたかな、ね、これいい商品だからまた復刻してもらいたいですね。はい、中はこんな感じです。もともと2名乗車で登録してて、前オーナーさんがですね、街乗り兼、たまにミニサーキットっていう仕様で乗ってましたので、後ろの内装がドン柄だったんで、一応内装
うちのある分だけをつけて、あの絨毯を引いたぐらいですね。次のオーナー様にもしね、ご名乗車にするんであれば、リアシートを探していただいてつけてもらうとか、そういう形になりますかね。はい。さあ、この車両が一体どこに納車されるのでしょうか。お楽しみに。はい、それでは、納車の旅行っていきたいと思います。出発しました。テックローダーに車両を積んでですね、今回は、あるところにまずは向かいたいと思います。はい、テックアウトを出発して時間的には15分ぐらい走りました。周りはね、マンションとか映ってますね。そろそろ目的地着きますよ。はい、今湾岸線で有明におります。有明ということは、まあ、お台場とかね、あとはそうですね、フェリーフトやべ、ちょっと今言っちゃったな。というわけで、僕は今有明の、お台場のですね、有明のですね、フェリーフトに向かってます。はい、フェリーフトに到着しました。このフェリーで、九州に車両を運びます。準備しちゃいます。乗船券を貼ってきます。この辺かな。 OK、 乗船券貼りました。どんどん部分変わってる。そうですね、変わってますね。エアロパーツとかで、一応あのフェリーに乗っけるのを考えてかなり車高は上げてるんで、はい、多分、はい、いいですよね、これだけあれば、ね、もう車最低地上高思いっきり超えてますから、はい、ですよね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、乗車券も貼りました。では明日、明後日、2日後には九州ですね。そうですね。はい、はい、OK です。あとはスタッフの方にお願いしますっていう。はい、準備完了。
またね、後から迎えに行くから先に九州に行っててね。なんかあれだね、ちょっと寂しいよね。一応八六君にはね、後で迎え行くからねって言っといたんだけどさ、まあね、一緒にフェリー乗ってっちゃってもいいんだけど、さすがに2日間フェリー乗ってっちゃうのは辛いかな、お仕事上ね。これから僕は飛行機で、九州の方にこれから行こうと思います。はい。はい、今羽田空港に着きました。これから九州の方へ向かいます。空いてるな。いや本当に空いてるね。寂しいね。ねえ、羽田空港って言ったらいつも人でいっぱいなんだけどね。ちょっと寂しいね。まあとりあえず向かいましょう。はい、福岡空港に着きましたよ。福岡空港です。今日ね、もうお迎えが来てるんだ。どうもこんにちは。お疲れ様です。お迎えに上がります。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。博多ラーメン食ったからさ、はい、ちょっと口がベタベタして回らないで。福岡県のキャストスポーツさんに来ております。これから登録してお客様のもとへお届けしたいと思います。キャストスポーツさんの積載車に行きます。今日は一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。行きましょう。はい、今日もノーション旅、これこんなゆっくり横で楽してていいのかな。大丈夫ですよ。実はあの運転手安子さんに座ってます。こんにちは、運転手です。積載車を借りて自分が行こうかなと思ったんだけども、お手伝いしていただいてます。大分まで42キロ。はい、そうですね、はい、九州って感じ。この山が山がですね。でさ、煙出てるよ、あそこ。やばいっすね。火事です。火事？見えなくなっちゃった。やっぱりさ、火山なのかな。火山なんでしょうね。ってことは、温泉が。温泉いいですよ、別府温泉は。あ、そっか、もう別府だ、もう別府ですよ。別府温泉だ。うわ、入ってきていいな。ですね。すごい、あと一泊かな。帰る気ありますか。帰らないと怒られるよ。怒られますよ。怒られるよ、帰らないと。
ックワン。あ、煙出てるね。いっぱい出てる。温泉街だ。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうしましょう。よいしょ。さあ着きました。大分の陸地です。これから名義変更に行ってきます。はい、ナンバー着きました。ギリギリ今ね11時58分ギリギリセーフですね。ギリギリセーフ、ギリギリセーフです。でね、今名義変更してる時に、はい、オーナーさんのお知り合いの方がいました。おほこんにちは。お疲れ様です。はい、調子上がります。たまたまお仕事で。いや、休みです。あ、休みです。休みです。でもなんか後ろでブーンと音がしてますね。これはオーナーさんの弟さんの馬を今日は弟さん調整もの方。弟さんの車は本当にでかいですね。弟さん好みの車みたいな。若干ちょっとやんちゃく。やんちゃですね、はい。でもすごくないですか。運動とさ、ね、80キロ。いい時代のですね。を思い出す。ね、そうです。そうですね。大体わかる。大体わかる。じゃあ行ってみましょうか、農車。はい、行きましょう。はい、気をつけて。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ありがとうございます。はい、着きました。ここは
海海の横の駐車場、はい、お客様今見てもらってるんで。ちょっと見てみよう。椅子だな。椅子が。どう？一番前にしたら。うん。届いた。届いた。大丈夫。オーナーさんはどっちなの？免許はないけどまだ。基本的には免許ない。任せるから。まだまだ行けてない。だって新車に。まだオートマ免許。まだオートマ。まだオートマ免許しかないです。ボンネットも一応塗装して。なんとかなったからいいかな。すごい綺麗になりました、ね、一応、メンテナンスは一通りやってあって、うん、私ね、エアコンも効いてるから大丈夫。もう、じゃあ、ちょっと来たので気持ちよかったね。吉田海館さん、関味、関サバ、これも絶対美味しいやつでしょ。これ絶対美味しいよ。美味しいやつ。美味しいやつだよ。だって美味しくないわけがないよ。要素が見当たらない。要素が見当たらない。泊まれますね。泊まれる。ああ本当だ。お宿もあるよ。皆さん昨日ここでよかったよ。ですね。ねえ。ねえ。ご、だって、ご飯ついてこのようなんだよ。安いです。いただきます。サバのお刺身です。これ、食レポも練習しなきゃいけなくなってきたな。では、いただきます。うまっ。それ、レポートになってませんよ。いや、本当にうまいよ。すごいね、コリコリしてる。うん。ごちそうさまでした。え？九州のなんか美味しそうなやつ。下に焼酎やらないよ。出ました。すごいこれ。見たことない。ありがとうございます。日本の方じゃ売られてないみたいなんで。うん、なんかこれ。これあんまないですね。ない。うちのスーパーではよう売られてますけど、あとカボスのチューハイとか置いたカボスがあります。チューハイ。これは二階堂で焼酎。うん、二階堂よく飲みます。よろしく。またどこにでもあるかなと思いながら。あ、これね、これがそれ。ね、普通のハイボール。いただきます。もうこれ、帰り、野菜も。飲めちゃいますね。いい旅だ。ね、飲めちゃいますね。ありがとうございます。うちの。じゃあ無事車検証。あとこれなんかワークさんがアルミホイル新品なんでなんかキャンペーンで手がけるということで。いいよ。はい、ホイル。はい。あとまあそうですね、これ使ったらもったいないから。もういよいよ切れたら切れたら使うね。はい。あとマスク、あの僕のマスクなんですけど。あ、すみません、わざわざありがとうございます。なんかさっき弟さんの車が弟が先週にインテグラ、そうインテグラ、うん、あの写真でマフラーとか足回りいい音ですよ。陸運局でボン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 行ってた。で、弟さんが見てくれまして、兄さん。ああ、そうです。兄さんが86。おぉ、すごいね。すごいですね。実家ではすごい。車屋さんみたいになってる。車屋さんみたいになってる。これは、ちょっと行くしかないな。潜入しようか。車好きなんだ。ねえ。楽しんでください。というわけで、
今回は大分県でした。ありがとうございました。